オギアー・バン・バスベック・イピステレイ・トワシッキーの表紙王者、ギスランド・ブスベックは、16世紀のフランドルの著作家、薬草学者である。神聖ローマ帝国の大使として、オスマン帝国に赴任し、多くの記録を残した。植物文化の歴史においては、トルコの植物をヨーロッパにもたらし、16世紀半ばのオランダのチューリップバブルと関連して取り上げられることの多い人物である。 ノール県のコミーヌで、ブスベックの領主、ジョルジュ・ギスランの愛人の子生児として生まれた。後に認知され、ブスベック城で育てられた。ルーベンの大学や、北イタリアの有名な大学で学んだ。父親と同じく役人となる道を選び、1552年頃に、神聖ローマ皇帝へ、フェルディナント一世の下で働き、 1554年には、イングランド女王のメアリー一世と、スペイン王フェリペ二世の結婚の祝賀のために、イギリスへ派遣された。1554年及び1556年に、フェルディナント一世によって、スレーマン一世の統治下のオスマン帝国大使に、指名された。コンスタンティノープルでのブスベックの第一の任務は、トランシルバニアでの領土のについて話し合い、 国境条約を結ぶことで、最初、デュステン・パシャとの交渉は、成果がなかったが、最初が、狭い図ありパシャに変わった後、交渉は成立した。トルコでの体験について、多くの著作を残した。著作としては、イチネラ・コンスタンティノ・パ・リットン・イアムナナムや百5 9 5年の、トゥアシッキー・イピステレイ、または、ターキッシュレターズがあり、ターキッシュレターズは、 ヨーロッパの主要な言語に翻訳された。古文書をヨーロッパに送り、アンカラのローマとアウグストゥス神殿や神、アウグストゥスの業績録の碑文を発見した。18世紀まで存在したゴート語の方言、クリミアゴート語の80余りの単語を書き残したことでも知られる。植物学の分野では、トルコのチューリップの球根をカロルス・クルシウスに送り、クルシウスは 来年大学植物園でこれを栽培し、品種改良した。ありがとうございます。